はい、どうもお調子です。さあ、今日もですね、また上野にあるね、ケイキャンのレンタカーショップの元子でサブスク入ってるんでね、ケイキャンピングカーを借りてちょっと車中泊に行こうと思います。で、今上野出発してね、今日はね、茨城の方にね、なんか車中泊ができそうなキャンプ場みたいなところがあるんで、そこにオートキャンプ場みたいな感じかな、無料の、そこに向かってます。でね、前はねカーボーズと一緒に行ったんですけども、今日はなんとお女子の彼女おちょこと一緒に今日は来てね、カメラを持ってくれて今撮影してくれてます。初の試みです、こうやって2人でね、車動画を回すっていうのね。はい、この都内からね、茨城のその無料のオートキャンプ場まで4時間ぐらいかかるっぽい、3、4時間ぐらいかかるっぽいんですけども、とりあえずまあ出発してます。じゃあ行ってきます。ちょっとね、曇っててね、天気悪いんすよね、今日。おー、かっこよ。すげえ、この足。うわー、川が見えてきた。中川かな、これ。あ、出てきた標識。まもなく目的地付近です。これ左だ。うわ、でか。着いた、道の駅桂。あ、いる、キャンプしてる人。うわ、ここがほら、キャンプ呼びかける。ここが予約不要で、しかも無料なんですよ。無料のオートキャンプ可能施設みたいな。わあ、ここから入っていいのかな。わあ、いっぱいいる。こっちか。着いた。ああ、なるほど、これが中川だ、この川が。わあ、いいとこ、マジで静かだ。今日平日の月曜日だけど、結構まあまあ人いるな。この橋がね、いいですね。サンフランシスコみたい。フルハウスのオープニングみたいで。お店はどっちだ、道の駅はあっちか。ブレーメンだ、ブレーメンの音楽隊だ。トイレもね、ありますね、ちゃんと。で、こういう鍋とか食器、金網などはトイレ施設内では洗わないでくださいと。あー、トイレの中も綺麗。新しいのかな。あー、和式もすごい綺麗。ウォシュレットついてるわ、普通の。こんなね、座れたり、タバコ吸ったりできるとこ。あと電話ボックスもある。で、こっちが道の駅なんですね。道の駅かつら。特産品直売センターとか、こういう軽食みたいなの売ってるとことか。こういうやってないけど、ジェラート屋さんもあるんですね。あ、でもお花とか、こういうのも売ってる。あ、薪も売ってる。一束500円だ。こっちは300円だ。安っ。なんか切れ端みたいな。木炭も。500円ぐらいで売ってますね。じゃあこの切れ端不揃いのね、300円、あ、200円のもある。薪、あ、でも300円のにするか、結構量あるし。400円とか、結構刻んで量に応じて値段も変わってんだ。あ、これありがたいな、使う量も違うから。みんな、うわ、こんなスウェーデン投資とかできそうな薪も250円で売ってる。あ、いいな、これあんま見たことないの、こうやって形状が違う薪いろいろ売ってんの。まあこれが300円だから、これ顔結構入ってるし。うわ、ゴキブリが入ってる。わあ、でかっ。あ、こっちにもね、こんなテーブルとベンチと自販機もね、100円の自販機がある。これありがたいな。で、ゴミはちゃんと持って帰ってくださいと。ちょっとじゃあこの特産品直売センター入ってみよう。あ、このね、道の駅桂製造販売、このカツドラってのが有名なんだよね。いろいろお土産っぽいものから、
水だ。あ、水ありがたい。でこっちの方はこの辺の特産品なのかな、野菜がいろいろ売ってる。なんでこんなゆるキャラをだいぶ前面に押し出してる缶詰が、サバ缶だ、サバの水煮。これジュースとかね、お茶とかビールとかお酒も売ってますね。お漬物系もね、いっぱいある。ほんと今ね、嘘みたいな話ですけど、僕の背後にね、この道の駅桂にね、明らかに見るからにね、桂をかぶってるね、おじさんが今電話で喋り出しましたね、携帯で。もうどう見てもほんと桂です、これ。ほんとに、いじるというか突っ込みたくなっちゃうぐらいのね、状況ですね。映したいな、映さないけど、映さないけど。でこの営業時間が、今朝の9時から夜の6時18時までです。で僕も今ちょっと撮影してる間にね、おちょこがちょっとほんと一人でスーパー物色してね、おちょこほんとね、散財癖、買い物、依存症的なところがあるんで、ほんとにね、またこのよくわかんないのいっぱい買っちゃいましたね、勢いで。しかもすごい量、こんなね、キクラゲとか卵とか割れせんべい、トマト、キュウリ、あとこの梅とかどうするって言われるんですけど、全く料理できないんですけどね、おちょこ。ほんとね、目離したらめっちゃ買っちゃうんですよ、おちょこ。よし、じゃあキャンプ地に戻ろう。はい、じゃあ今日、もとこさんでね、借りた、軽キャンのレンタカーのそのタイプをちょっと紹介していこうと思います。今日借りたのは軽キャンのタイプ C ですね。日産クリッパー、前と同じでね。で前と何が違うかっていうとね、一旦ここ開けるとね、こんな感じになってるんですよ。まずちょっとどれから言おう、まあ、とりあえずフルフラットになってるんですよね、この下が。で上もこうやってライトつくし、ここもね。でここ前と同じでね、ライトつくようになってる。これはもちろんバッテリーをね、電源切った状態でもつく。でここにもね、フックとかあったりして。でこれこうマットなんですけど、もうこのままね、もう寝れるんだけど、普通にふかふかだから。これただフルフラットじゃなくて、こうやって、あ、ここにこんな戸棚もあった。こうやって、でこういう後ろ背もたれみたいになるんだ、これが。でこれを取れるんだよね、こうやって取って、ここにこうやって入って、でこれこうこうやって開けると、ほらテーブルになるので、このフックがあるから、これをここにかけるんだよね。これである程度ここでご飯食べたりとか、あと作業パソコンとかできるって言ってた。でこっち、ここにももう一個あるんだよ。いいよ。でもちょっとあれだな、ちょっと座ったら頭ぶつかるわ。ちょっと天井この距離が短いから、まあでも飯食ったりする分にはいいのかな。でここにはね、カーテンがあるわけ。だからこのカーテンを寝るときとかこうやって閉めて、でしかもさらにこのね、椅子前に倒せるから、寝るときはもっと広くなる。でここに電源があるんですよ。でこれ今、エンジン切ってるけど、サブバッテリーで使えるんで、これでつけたら電気が使えると、前と同じでね。でこれ今こうしたらファンが回ったんで、これファンがねついてるんですよ。でこれも照明ライトで明るくなる。でここにもこんなちょっとおしゃれな照明があるんですよ。で今ファン回ったけど、どこにファンがあるかっていうと、ここら辺にあるんですよ確か。ちょっとこっちのね、ドアのとこ、ここを開けると、ここにファンがあって換気されるんですよ、中が。そしてここにはね、こうやってこうやってこう突き出すとテーブルが出てくるんだよ。でこれでもある程度の重さだったら耐えられるけど、ちょっと心配な、一応ね、もし下に結構まあまあ重いものやるときは、こういう下にちょっとこれ分かる、この下をガチャってやるとこれが出てくるんだ。でこの棒、これをねこうやってちょっと取って、2個あるから取って、でここにこうやって噛ませて、こうやって止めればね、これをギュッて、ほらこれをギュッてやれば、これが足になって、結構ここに負荷がかかっても、まあそんなね、お前もアホみたいなやんないけど、結構これ耐えられるようになるっていう。だからここでね、なんか焼き物とかちょっとやったりするのも可能っていうことなんだ。でここにねコンセントがあって、であっちにもねコンセントがあるんで、コンセントを使うときはこっち来て、この前の
席のこのボタン、このボタンを押したら後ろの AC の電源が使える。で、前も言ったけど、ここにあるのが、電源入れると、バッテリーの残量がね、表示されるって、こっちがメインのバッテリーで、こっちがサブのバッテリー。まあでも一晩ね、普通に、エンジンかけないで、ね、普通にサブバッテリーのね、電気とか普通に使ってもね、全然持つらしいんでね、はい。一応心配の時はね、これ見て確認したりして、はい。で、こういうね、アメニティもね、元子さん出発してくださったんですよ。こう耳栓とかね、可愛いんですよ、なんかこの耳栓。あと歯ブラシも、これをね、いただけるんですよ、出発するとき。で、ここがね、冷蔵庫のボタンになってるんですよ。で、冷蔵庫はどこにあるかっていうと、こちらは左のね、横っ腹、開けると、ほら、ここに、しかも、冷蔵庫あるんですよ。結構でかいんですよ、この冷蔵庫。容量が。ほら、前のより大きい。で、ここで使うのがね、不便だって思うときは、こういうコードもついてるんで、これで外とかちょっとね、あっちの方、中に入れたりして使ったりもできる。これ繋いで、こっちを、電源繋いだりしてね。で、まずこっちにも、さらに、こういうコードが入ってて、このコード何かっていうと、こっちのね、ここ、ここにね、これ充電するところがあるから、これをね、こう繋げて、RV パークとかね、キャンプ場とかで電源引けるところがあったら、こっちの電源挿して、他のとかね、それで電気供給しながら使えば、普通にね、ずっと電気も使えるって感じですね。で、あと、これね、これが何かっていうと、これ、夜寝るときにね、ここと、奥と、ここは、壁だから、あとこっちカーテンだし、プライベート守られるんだけど、ここ、ここの、ガラス、こっからは外から見られちゃったりするから、それを隠すための、これね、目隠し。だから、こうやって、貼って、これで四方がね、覗かれなくなって、プライベート空間ができると。前から見たらね、こんな感じです。やっぱこのおしゃれっすよね、この色がなんかエンジで。あんま見ない色っつうか。で、このね、元子さんのね、ロゴマークが。この鍵にもね、このわざわざ作られて、オリジナルの鍵のあれがありますからね、ついてるから。いやー、かっこいいわ。そんなもんすかね、はい。で、これ何がすごいってね、これほんと、元子さんが、経験のレンタルショップの元子さんが、スタッフの方がね、作ってるんですよね、自分で。すごい完成度っすよね、軽のキャンピングカーとして。こんな感じでね、こんな軽キャンで今日はちょっと一晩過ごしていこうと思います。で、問題のね、ちょっとやつが中にいるんですよね。まだこれほんと見えてんだけど、出てってくんないかな。ダメだよ。なんか凶器持ってるからね、よくわかんないけど、綺麗なのかな、晴れてたら。夏とかね、みんなこれ子供とか泳いだりするのかね、普通に入れると。で、あっちにね、橋がね、見えて、なんかいい感じですね。